日本一肉汁が溢れるハンバーグの間違いない食べ方を教える。今日誕生日の人おめでとう、橋田です。ハンバーグ屋さん言うたらまず間違いなく名前出てくるトクラ。ここはマジで異次元に肉汁が溢れ出すねんけど、普通に食べたら肉汁がお皿に逃げてもったいない。正しい食べ方はご飯にのせてそこでお肉を開く。そうすると肉の旨味が凝縮された肉汁をご飯が吸ってくれて最強の肉汁ご飯を味わえる。んでここのハンバーグはマジでうまい。お肉の旨味たっぷりで噛むたびに肉の旨味が溢れ出す。ご飯がまた肉汁たっぷり吸って肉食べてんのかご飯食べてんのかわからんくなるくらい幸せなご飯になる。いろんな味があるけど王道のこれが橋田は一番好き。平日でも並ばないとあかんくらいの人気店やけど、ぜひ行ってみて。